いてありがとうございます。私の妻のおじさんです。あの妻のお母さんがお姉さん。やばい切り返してる。この間長生きをしてもらいました。もう本当にあのいい妻で、あんまり弱い人はもらうみたいなですね。それで本当に今日はお忙しい中、また遅い中ありがとうございます。短い時間ですけども、国会の報告をさせていただきます。またあの日頃から大変なご支援を賜りまして、今24年目の国会になりました。8期連続当選をさせていただいて、今、国民民主党の国会対策委員長ということで、国会で仕事をさせていただきます。衆議院議員の原口和弘です。で、今日いくつか、あれしましたんで、もう何回でもあの手を挙げていただいて結構ですから、多かったもんから5つ喋りたいと思います。これ全部喋ったら夜の上げてしまう関係が、ちょっと手は何回上げてもただです。災害、はい、年金、教育、未来ことになってしまうの、外交、安保、はい、医療、まあ国会、国会の罠とかちょっとこれだけちょっと違いますけどね、国会、まあこれ喋ります。経済、消費税、日米貿易協定、関税問題、もうみんな忘れてゼロ忘れてるじゃない、これガバイとかですけど、ね、桜を見るかこれちょっと当選確実、大学入試、これ年齢によってね、もう卒業しとき、農業、まあね、暮らし、まあ暮らしって言ったらね、ちょっと漠然、政権交代、多いですね、これもちょっと当確問題、国民民主党と立憲民主党、頑張ってたんです、内閣不信任案、まあ、ね、出したって一緒。ちょっとそれ。よろしさ。どうせ否決される。否決される。分からんですよ。分からんですか。40日間今度会期を延長します。これしよう。はいはい。これちょっと喋りますね。与党の審議拒否。はい。これも他ですね。はい。それ解散。まあこれ了解ですね、まあ、今しきらじゃあ、桜の見る会のこれは絶対外さないことだ、年金のついてですね、それから医療、まあ、消費税、まあこれですね、この辺をちょっと話します。日米貿易協定とかいうのはですね、本来この国会は、日米貿易協定、これ暮らしにものすごく関係するんですけども、あの少しだけ触れたいと思います。それであの安全保障についても多かったんですが、実は、今度もうじき閣議決定すると言ってますけども、中東に自衛隊を派遣すると言ってます。これ研究だと言ってます。大体一隻の船が出るとか言ってますけども、実は自衛隊が行けるところは公海です。あるいは誰かの海はそこの国の了解が必要です、了承ですね。ところが今の中東、イランは親日国であって、そこのこの間あの安倍首相が行った時にですね、イランのロハニ大統領に会った時に覚えておられますか、日本のタンカーが攻撃を受けましたね。あれイランだって言ってますけど、イランがあんなことしますかね、戦争屋だと思いますよ。だから今度自衛隊を出せば
私この間5月にアメリカに行ってきてですね、あの戦争屋の言うこと日本聞いたらダメよと、的にされるよっていうことを言ってきました。だから私あの中東派遣反対です。もう大事な国民の命をですね、そんな的にしちゃ絶対ダメです。それから防衛費をもう増やしすぎてます。もう買わんでいいものをわんさか買ってる。でしかもお金を出してるのに来てないんですよ。3800億も来てなかったんですよ。3800億って言ったら佐賀県の年間予算とほとんど変わらんです。そんなお金があるんだったら苦しんでる人たちに使いましょう。あの今日今年はあの令和の初めなんで、少しだけあの令和のあのいわゆる祝賀の儀っていうのにですね、国会議員は思った以上にですね、あの皇室っていうかあの皇居にお招きいただくんです。今年だけで何回ですかね、あの祝賀の儀に、それから供応の儀とかですね、そうやってずっとお招きいただいて、そしてまあそこで見聞きした話したことはあの喋っちゃいかんことになってますからちょっと言えませんけども、それはあとで言えるのですけども、やっぱりその天皇制の中では天皇という地位は象徴です。でこの象徴が政治利用されないようにっていうのが私たちとっても大事です。私たちもあの大臣の時上奏って言ってですね、前の陛下今上皇陛下にですね、こうやってその自分たちはこういうことをやってますよということを言います。天皇は何かというとですね、あの教皇の儀では日本全国からたくさんのその、実りのものがあの来ています。で白木黒木ってご存知ですか。白木っていうのはですね、白い酒って書くんです。白酒黒酒が振る舞われますお祝いに。白酒と黒酒、黒酒ってまとめられるかと思ったらですね、白木がもう少しなんていうかちょっと濁った、黒木も白木です。でそれで乾杯してですね、で灰をいただくんですけど、ものすごく綺麗な鳳凰が書いてあります。今度持ってきますね。それは持ってきてよ。でもあの全国からですね、天皇って何かというと国民がの幸せを祈る、国家の安寧と平和を祈る、そのまあ祭祀あの祭りをする人が天皇だったんですね。で今は象徴天皇という形になっています。でその中で私たちもいてですね、あの山中教授ってご存知ですか、iPS のですね、山中教授私も何回もお会いしてるんで隣でお話を、ちょうどアメリカから帰ってこられたばっかりでした。教育っていうことがですね、どんなに大事か、感動を与えたりいいものを触れたり、それがやっぱり人を伸ばすんだっていう話をされていました。あの先生といえば私ももうたくさんのことを教えていただきましたけど、中村先生が銃撃されて亡くなられました。あさってかな、ご遺体が福岡に帰ってくるということですけど、中村先生にも本当にたくさんのことを教えていただきました。武力でできることはほとんどない。先生はあのお医者さんですよね。アフガニスタンの人たちの医療を見ておられたけど、医療だけでは人は救えない。だから井戸を掘る、考えをする、そしてみんなが不安から解き放たれた時に平和が来るんだということをおっしゃっています。あの安保法制ができた時もですね、こんなことやったらダメだということを随分おっしゃっていたわけです。あの皇居の話に戻ると、そのすっごく綺麗なお茶碗がありました。お茶碗がですね、深川誠二の茶碗です。やっぱり佐賀のものがいっぱいあるんですね。で杯は持って帰っておくわけど、茶碗は持って帰っておくわけでこれ大が聞くかになったわけです。それ佐賀のもんだから、そういうことを聞けるのは原口和弘さんしかないでもそんなの聞けませんよね。聞かんで帰ってきます。あの茶碗は俺にもふるさとに持って帰ってほしかって言えたんですけどね。で今何が起きているかというと、まずこの年金、
年金について言うと、消費税を上げたから社会保障は充実せんといかんです。社会保障は充実せんといかんけども充実になっていない。これがですね、年金の仕組みです。賃金が上昇した分ですね、賃金が上がった分、あの物価が上がった分、年金も上がるんでしょ。でも年金を上げよったら何が起きるかというと、ご高齢の方が増えて、世界一のご高齢の方は116歳だそうですね。福岡の方2位が佐賀でしょ、113歳かな。俺たちも頑張らんばいそうやってご高齢の方が増えておられるから、あの本当にその社会保障を厚くしなきゃいかん。しかし厚くしなきゃいかんのに何が起きてるかというと、これです。マクロ経済スライドってことです。これは何か、カタカナ語で言ったら分からんでしょ。マクロ経済スライドってご説明いただければ分かるんですよね。これ何かっていうと、年金をこの分上げていたら年金財政が持たんから、皆さんの年金を簡単に言うとですね、少し減らさせてもらいますということです。おい、向こう向いとくけんですよ。この中で自分は年金が上がったという人、手を挙げてみてください。大皿なんでしょ。下がっとるわけです。賃金も下がってる、年金も下がってる、物価を上げるって、それおかしい。こういうことやってるから、この日本はアベノミクスだなんだって言ってますけれども、この30年間、これが世界の経済の名目 GDP の成長率ランキング、つまりどれぐらい伸びましたかというものです。これ一番上がカタールって書いてある、ここ中東の国ですね。カタール あのラジオ局アルジャジーラとよく言いますね、あのカタールです。その次が中国です。もう中国は僕ら民主党政権が終わってから私たちを抜いたんです。こうずっとこの国が書いてある。日本どこともですか。当たった人にそこのたい焼きをってそうです。35、6番目ドメです。で、中ドメマイナスなんです。で、これだったら、だってこんな大きな国ですよ。世界の30年前は GDP の約5分の1が日本だった。今それは18% が日本だったのが今 6% になった。みんながサボったんですか。サボってなんでしょう。頑張ったんですよ。税金も重だった。でもなんでこうなるかというと、これです。消費税を上げてしまって、そしてどん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 経済に負荷を与えたんです。だから何が起きているかというと、企業は投資をせん。あの内部留保って言って中に貯めてばっかり置く、貯めてばっかり置くわけです。そして外に投資をしているわけです。だから内側がスカスカになる、スカスカになった結果がこれなんです。で、私たちはもう一回国民民主党と立憲民主党、それから社民党、昨日の枝野さんが呼びかけましたね。私たちずっとこれをやってきたんです。元の民主党に戻るっていうけども、あの数ないともうやりたいことやからですか。嘘ばっかりつきよさ。桜を見る会も 嘘でしょ。あれ書類をなくしたとかありえんとですよ。私の目の前にね、官僚の人たちがおんさん、もう顔見たら分かったですよ。嘘やけんな。この一昨日やったかな、よろしくお願いしますって言ってもう嘘がいいよってやけんか、もうこんぐらいにしてください。かわいそうだからですか。でももっとかわいそうなのは国民ですよ。なんであんなのに7000万もかけますか。そして反社会的勢力、それから昭恵さんのお友達、それからジャパンライブですね。ジャパンライブの社長は知らんって言いようさった、総理は。
でも30年前アメリカに一緒に行っておられるんですよ。アメリカに一緒に飛行機で一緒に行かれていてですよ、知らんってあってですか、お父さんと仲良かったね。お父さんと仲良かっただからやっぱり嘘をつかしたらいかん。でもさっきもね、内閣人事局の話をなさってましたけど、内閣人事局っていうので人事を一手にやってるもんだから、もうこの7年でもうイエスマンばっかりが上に上がってったわけです。ひらめひらめ、うん、そうそう、ひらめって言うて、ひらめは上しかひらめですね。よく合いの手ばっかりそういう人だけが上がっていって、そして真面目にやってる人、さっきもね、近畿財務局の実施された方のその同僚の方が来られてですね、国会にこのね、このあれで終わりにせんでください。私たちはね、誇りを持って仕事をしてきました。私たちは絶対に嘘を言わない。あの土地をいかにちゃんと売却するかというのを私たちはやってきました。だからそれを安く適当にやったりとか絶対にしませんでした。私はもう退職したけども、私たちの仕事がそうなかったって思われたら、子供たちにも申し訳ないし、世間は歩けません。あの人もそう思って、嘘は言えないと思って亡くなったんですよ。だから絶対これで終わりにせんでください。今回のだってですね、ホテルニューオータニ、唐揚げ唐揚げだよ。唐揚げ、あれ、いくらすっと思うんですか。ガバスッですよ、寿司。あれ、私、ホテルマンの方に、ホテルニューオータニじゃないですよ、別のホテルマンの方に聞きました。寿司はですね、前もってああいう高級のところは、握っと乾燥ですね。握ったら、パサパサになる。乾燥しますね。乾燥する。だから、お客さんの顔を見て握る。で、大体、1人3貫で、260人が限度だって言ってました。それ百貨ですよ。私も試しに食べに行った。寿司はやめとった。うどんにした。うどんでも、まあ、ちょっと、より甘いの、あの、これ全国放送所見。ホテルニューオータニの妨害なきいかんけど、ホテルニューオータニの人たちもかわいそうですよ。本当のことを言いやいいじゃないですか。あれ何かっていうと、買収じゃないんですか。850人も地元の人を呼んで、領収書が1万円出てくるんでしょ。あれ、講演会の行事だったら、本来だったら政治資金収支報告書に載せとかないか。で、桜の会の名簿をどうしましたかって聞いたら、シュレッダーにかけましたって言ったわけです。それいつかけましたかって言ったら、その資料を要求した日って言ったわけです。そう、おかしかでしょと。それどういう規則ですかって聞いたんです。そしたらですね、1年未満の規則があります、桜を見る会の専門の規則がありますって言ったわけです。この名簿は1年未満ですって言い放ったわけです。いや、じゃあ聞きますけども、この規則はいつ作りましたかって聞いたんです。そう4月の15日だな。要するに名簿を出しなさいって言った時に作っとるさを急いで捨てんわけ。ところが町ごとのさわけ、何番町ごとのさかというとですね、1年未満っていうのに、その総理枠とか その一部 あのものって書けばいいのに、桜を見る会って書いてしまうとさったわけです。桜を見る会をの名簿を、総理枠をなくすために作ったということがバレたわけです。そういう件がいつの間にか知らんうちに、こういうの消そうで審査で、ここそれを消そうでしたでしょって言ったら、しばらく答えさなかった。それでこの間答えさった。10月28日に新しい規則が作っておさったそこには桜を見る会っていうのが書いてないんです。何回読むか分からなかったですか。要するに隠すために規則まで変えてた。それから60番台、60番台は総理でしょ。
って言うと、いやーと思うんですよ。いや、60から63番までが総理、ね、総理、官房長官、官邸長と、その資料が打診された方がいいです。そしたら国会で質問した方がいいです。60から63は総理、官房長官、官邸でしょって言ったら、いやー、わからんって言ったらね。おかしかろ、資料は出しとって、おかしかろ。そしたら今度60番は総理はですね、何千人やったんですかって聞いた。それに1000人って言ってた。1000人って。そしたら60番は誰の番号ですかって言ったら、覚えとらんでいいさ。次ですよ。もう本当漫画。60番整理なんかできるんですよね。認知症。いや、それは言えか、病気のことは言え。60番台はですよ、60番台 の招待状がずっと私たち調査したんです。そういう時、4908番、ちょっと8っていうのは、あれだけど、4900いくらっていうのが出てきた。その人、まあなんとかさんっていう人です。おかしかと思うんですが、あいうえお順にずっとつけていくでしょう。ね、4900番台が「まあ」やったら「あかさたな」「はあまあ、やけん」「や」も「あいな」です「ら」も「あいな」です「わ」も「あ」「や」はほら山口さんってね、ら」は力久さんとかね、わは渡辺さんもんさんとか、そしたらとても1000人じゃなくて多分6000人くらいだったんだと。だからこういう嘘を言うから、自分たちの言うた、今何が、今どういう状況かというとですね、自分たちのついた、どの嘘が、いつ言うた嘘かがわからんことなんですよ。それけもう毎回言ったことも変わってんさ。それからそのデータ、データはもう、こう、なくしましたと。公文書ではありません、行政文書ではありませんって言ったわけです。そしたら昨日ニュースになってたんです。神奈川県のデータがその廃棄されたのを売り飛ばしてたのがいた。その中に神奈川県の方の病歴から何から何から入ってるんですよ。あれを取り戻すためにはどうしたらいいですかって聞いた政府に。そしたら行政文書じゃなかったら戻せないじゃない。どうするんでしょうって僕に聞いてた。もうだから終わってるんです。終わってるから。だけど何をやってるかというと、数で予算委員会を開きんさ。だから憲法は改正しろって委員さ、あの人たち委員さってこれだけ、他は委員さ。なんかこの災害だってですよ、今40日間なんで会期延長を求めたかというとですね、本来だったら今の国会で災害予算を補正予算せないかんでしょ。佐賀の町もまだ床が上がっているところいっぱいありますよ、佐賀県の。年越せないじゃないですか。だから私たちは災害一括交付金という法律を作ってですね、補助金じゃなくてみんなが安心して復旧復興に当たることができる、その十分な資金を用意しよう。だからあなた方もやってくださいって言ったら、ダサンティンさんです。そして来年の通常国会の冒頭でティンさん。これ何かというと、もう来年の通常国会で26兆円の予算をですね、出して解散するっていうことです。説明、審査なの。説明できるもんですか。60番は何こっちゃわからんときですね。1000人やったら。桜を見る会は功績がある人やけど、名前は出されん。名前出してたんですよ、他のところは。なんで出されんかというと、総理のところが、うすか試食権でしょ。わあ、昭恵さんの愛見て驚いた。昭恵さんのファンの、音楽の人がですよ、総理公邸にこうやって座って、ビジュアル系の綺麗な人やった。おこんしてるから、俺も写真は来年はすぐ写してるから。そういう
うのをね、やっぱり猫ひいきっていうんじゃないかなと思うんですね。で、年金からちょっとそれましたけど、年金は若い方が減ってご高齢の方が増えておられるから減らされてるんじゃないんです。年金の資金運用にを株に使ってなくしてるわけです。これをですね、会計検査院がストレステストっていうんですけども、GPIF、つまり年金運用してるところですね、昔年金基金って言ってました。この GPIF っていうところがですね、もう何年かの生活してたらカタカナにするでしょ。カタカナにするって覚えにくいなんですよ。英語ですんなら全部英語ですよって。私、あの犬塚さんフランス語も英語も堪能やけん、犬塚さんの家に行くと全部英語なんですよ。おいももう頭の ABC なのさ。まあでもいいです。 GPIF でこれが株に年金基金の2014年に改正法律を作ったんです。事項が。それは何かっていうと、5割まで株に運用していいですよということをやったわけです。で、株が下がってるじゃないですか今。消費税で例えば自動車の売り上げは 24%、 24.9% 落ちてるんです。株が落ちたら不満なんです。年金パーになるんです。そういう件が会計検査院がそのストレステストを出しなさいって言ったけど拒否です。拒否してます。それなんでかというと、一強多弱、こっちがバラバラで向こうがもう数を頼んでるわけです。自民党の中にもですね、今の安倍さんのやり方はおかしいっていう人いっぱいいますよ。いや、いっぱいっていうと言い過ぎかもわからんけど、少なからずいる。だけども言えんでしょ。言うたら大変なんですよ。あのテレビで、あの財務省の人、昔財務省にいたっていう人が言ってましたね。自分が気に入らないと思ったらそれ忘れない。だから総理、あの大臣にならない人も結構いるでしょ、安倍さんの周りで。家庭教師の人、私の友達平沢さん、あの人は安倍総理の家庭教師です。でもね、不況家って大臣になれないって言われてる。だから私は安倍さん一人が悪いとは言わんけど、この一強で怒ってしまう、一強で嘘をついてしまう、一強で資料を捨ててしまう、そういう政治を止めないかと思います。そのためにも年金がぜひ周りの方に、若い人が減ってご高齢の方が増えておられるから年金が減らされてるんじゃないんだと。これ私たちがこれ一緒になったらまた元の民主党じゃないかって言いますけど、元の民主党じゃないんです。私たちはまとまる、まとめる、そして飲み込むことを覚えた民主党です。あの時はですね、本当にあのちょっとの違いでバラ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 になってた。でもバラバラになったらどうなるかっていうのはこの10年間もう嫌というほど。あの時の民主党の政策はそんな悪い政策じゃないんですよ。例えば子供手当、少子化なんですよ。だから子供たちを育てたいと思っても、あるいは産もうと思っても産めない、経済的に支えてくれる方がおられない。だから子供手当やったわけです。今来年2020年にはですね、女性の半分以上が50歳以上に なられます。半分以上が50歳以上です。そしたらですよ、あの生物学的に子供を作ろうと思ってもそれはなかなかリスクが多いですね。50で子供を産めないわけじゃもう今ないけども、ないと言われてるけども、やっぱりリスクは高い。で、そういう政治を変えないか。で、消費税についても実際に、8% の時の数字が今ありますけれども、年間 22.4 兆円を皆さんからいただいている。でもですよ、本当に年金にどんだけ使われてます？本当に医療にどんだけ使われてます？医療削られてるじゃないですか。家父控除削られるとしてるじゃないですか。
じゃあどこに行ってるのかっていうのを私調べてみました。一つが輸出還付金ってやつです。還付金、それちょっと初めて聞く方、ね、ほとんど初めてでしょ。還付金って 22.4 兆円のうちのですね、約6兆円が還付金です。 22.4 のうちの6ですよ。これ何かっていうと、例えば日本とアメリカを考えてください。日本で消費税取ってアメリカで消費税取られたら両取りじゃないですか。だから海外に輸出しているところには輸出その分お金も戻しますよというやつ。でもよく考えてみたらアメリカ消費税ばかりなんです。丸儲けなんです。私たちの税金が社会保障に使われずに所得税減税と法人税減税とこれで消えてるんです。だから年金が上がらないのは当たり前ですよね。暮らしが良くならない、みんなの賃金がどんどん下がる、だからこういうことになってしまうわけです。金利だってそうでしょ。銀行にお金預けてたら金利が 0.001% でしょ。100万円預けて 0.001 円、100分の1が 1% で、1万円のそれ100円です。100円、昔はね、7.75。そうそう、7.75ですから100万預けたら77,500円拾ったわけです。それが今100円だと。それはどこ行っとくか、私この間インド行ってきました。インド行ったらですね、なんと住宅ローンが 12% ですよ。そこんとで、サラ金山ですかって言うと、いや、そうでしょ、高すぎるんですって。だから政府が 3% 足して 9% なんです。それでも家がどんどん立ち上がるわけですよ。お金が日本の場合、失業してしまってるんです。だから、この消費税や、もう本当に一部の人間にしかいかない、この税の仕組みを変えて、そして、この衰退する日本をまた朝日の昇るようなそういう日本に変えようっていうのが私たちです。それ変えられるんです。日本は強い国だ。教育だってそうです。医療だってそうです。私の主治医がですね、一昨日中国から帰ってこられました。彼はもうすごかです。武藤信介先生って天佑の佑なんですけどね、人を助けるあの現代の野口英世さんみたいな人。あの方は天皇陛下 の, あの主治医も して32で、それであの石巻に被災地に真っ先に病院を出した人です。で、私の主治医やけんが暇がいねえって おのたってはアスカインさんけんですね、そしたら大間違いで、もう世界の医療雑誌に載るような人です。イギリスじゃない、シンガポールに自分の会社を出してですね、毎月 ある月週の月曜日はシンガポールに行ってます。というふうに、俺は月曜日だけは病気にならない医者のランキングでもですね、その方がおっしゃってました。今何をなさってるかというと、私のこの感染症も病院に人を集めすぎてるんですよ。だから医療機関は耐性菌、抗生物質をいっぱい使うから、だから亡くなるご高齢の方の死因の多くが感染症でしょ。緑膿菌とか、私のかかった MRSA とか、これ足を押し切っていいんだったんですよ、3回。もう俺こんなったら足まだ何かあったでしょ。こんなことで、あと2センチぐらい何かあったんですよ、ね、いや、こんなことね、もうバレた人もですよ。この間、これちょっと周りよけん小さな声で言うですね、私の同級生で林くんというのがいるんですね、大学の同級生で。彼は文部大臣とか、農水大臣とか防衛大臣とかしたら自民党ですけどね、ラン超えてませんってわけですよ。その時私にですね、和弘お前もね、かわいそうに昔のことを運動できんけんね、毎日の食事を記録したら痩せるね、
あのソフトの愛用というで私にあの教えてくれたんです。それでそこをそれが見よったら安住って安住くんで僕の親友がいるんですけど、安住が何て言ったかというとですね、ちょっとこれ周りに小さな声で言うと、和弘お前が失敗した人間からもろてどうなんすかって言うだけですね。そんなことしたらダメで、じゃあお前では大日本豚豚連合を作って太った人のためのあの勇気になるとか言って若いですね、明日に頑張られるんですよ。でも僕が死にそうな時に毎日電話かけてきてくれて、僕が死にそうな時にあの息子が代わりに出ましたね、彼を訓練してくれたのは明日なんです。もうがっぱり口で割るか、もう我慢して割るかです。でもそういう優しい人って言いますよね。まあ、安住君のことでした。関係ないです。で、この医療を変えないか、医療を患者本位に変えないか、そして今、県病院があの駐車場を作り替えてますね。駐車場が足りずにですね、もう遠くから皆さん行きようとです。車を止めて。で、横付けできるように今してるけども、やっぱり病院に人を集めすぎてる。それから医療にお金が足りないんで、看護師さんや医者がもう病気になるような状況になってるんです。私ももう、あんま広がった件が、もう諦めてよかですよって言ったんです。僕に医療費をかけんでいいって、もうこれ諦めるからって言ったら、なんて言われたかというと、私たち、医療の人間を見くびってもらったら困ります。あなたたち、あなたのために、いや、あなたが国会議員だからじゃなくて、みんなのために自分たちは、自分たちの命を削るようにしてやってるんです。その人たちに、もう諦めていいなんて、なんて傲慢な物言いですかって言われたんです。だから私は、もし生きて退院できたら、彼らに恩返ししたいと思って。彼らが、もうこの時間がですよ、もう4時でしょ、あと1時間したらお昼の人が本当は変われるんですよね、5時6時で、だけど変われないんですよ、6時で上がれないんですよ、7時8時で夜勤が1時からだけど、そしたらもう寝る時間なくてもう1回来るわけです。佐賀市内に住んでる人はまだいいですよ、今にまで行けよったらもう帰ってこれんじゃないですか。そういう生活をしてるんです。で その医療スタッフそのものもやっぱりきっちり支えられるようにしたい。でそのためにもお金の使い方をやっぱり変えないか、このお金の使い方を一部の人間だけが得をする、一部の人間だけがもうやりたい放題じゃないですか。大臣が2人辞めました。もうその後国会に多さになるわけです。安住が昨日、安住君が昨日の捜索願い出せって言いさ国会議員に捜索願いっておかしいでしょ。自民党の人は何やっても捕まらない、そして何やっても説明審査の中、あのもう大臣室でお金もらって辞めた人がいましたね。でその人は睡眠障害だって言って国会に来なくて、今何やっておられます。今税の会長じゃないですか、税調会長じゃないですか。皆さんの税を決めるところをですよ、その方がなさってる。もうみんな言わないです。その人誰か分からんでしょ。もう私この1年だけでですね、あの政治とかね、パワハラそういうのの一覧表を作りなさいって言って、何を言ったと思うんですか。あのこらーなんとかーって言って、こう中身言いませんけど髪の毛のないね、ああいう人何人もいるんですよ。でここに僕と同じバッジをつけて国会議員でございますって言ってやってる。それは一つの党が大きすぎるから、長すぎるから、思ってるから。あの JNSC っていうですね、自民党ネットサポーターズクラブっていうのがあって、これは9年ぐらい前にできたんですけど、その時はネットで私たち民主党を叩くあれだったんです。
私も徹底的にやられました。でももう民主党がなくなった後、今何やってるかというと、自民党の中の反安倍の人たちを叩いてるわけです。例えば石破さんとか、ね、だからもう何かを言いたくても何もいいさなか、何かおかしいと思ってもおかしいっていいさなか、インサっとけば私にエレベーターとかでこれおかしくないですよねってインサ。この間もですね、梶浦さんこんなことをやってたら官僚のなり手がなくなりますよって桜を見る会でね、でも私それ反論しました。あなたね、あなたたちを呼んでるんですよと、官僚を呼んでるんじゃないんですよ。あれ政務三役っていう大臣、副大臣、政務官に来てもらって説明しなさいって言ってる。だけど逃げ回ってるからしょうがなくて、お前行ってこいって言うんで、あの人たちが来てるわけです。僕はあなたに反論しますね。あなたたちのようなことを黒でも白にって言えっていうことを、そういうことをやらされたら官僚になりてなくなりますよ。現になくなってるわけです。だからここをさっきも吉野ヶ里町でやってたら、これも森友加計と同じようにまた桜もおやめになるでしょって言われたら違います。あの加計問題、加計学園の獣医学部、あれ特殊な獣医師さんの学校で研究するんだだったでしょ。研究施設あります？ないんじゃないですか。四国の獣医師の人たちを四国から生み出すんだって言ったけど、四国の人4人ですよ。韓国から募集してた、ね、韓国から募集してた。そう、韓国から募集してるんです。あんだけ巨大なお金をかけてだからね、本当にね、知ってました？とんでもないんですよ。だからとんでもないことも、もう子供たちも分かってる。教育もそうです。今回大学入試の試験で、大学入試で英語検定っていうのを入れようとしました。これ電池に乗った。これ自己で喋らない。英語検定ですね。これその自分の英語の 4技能を見るっていうんですけども、4技能をそうやって見ていくらかかると思います？最高。5万2000円かかるんですよ。そして身の丈に応じた受験がするんで、ね、おじさん先生でいらっしゃるけど教育基本法、あの文科大臣絶対読んでないですよ。教育基本法の一丁目一番地は何かっていうと、どんな厳しい状態の保護者の下でも日本の子どもたちはみんなが等しくチャンスを得られるように、等しく教育を受けられるっていうのが教育基本法の一条、もうまさにスタートなんです。身の丈なんかないんです。私たちが勉強してた時、自分の身の丈なんか、夢を持つ子どもたちに、これから伸びようとする子どもたちに、お前の身の丈を知れっていうやつはどんな人間ですか。僕はもうあれだけは許せんと思った。文科大臣じゃないでしょあれ。それで英語検定は私たち廃止の法律を出して、これなくなりました。でだけどまだあるのは数学と国語の、国語の記述式です。で昨日官僚の人にね、この数学を記述式にしてどんな表現力が分かりますかと、数式を書けっていうわけです。表現力なんかないですよ。答え中、あの数1、数2、数3、それぐらいだったら、まあ、数学でいうと低い山だから、その答えは 1つか2つなんですよ。国語の試験も私あの試験自分で解いてみました。正答率 0.3% だそうです。安住君によると私は正解してたそうです。でもそれはクイズみたいなテストなんですよ。子供にクイズさせてどうするんですか。子供たちはですね、私もあの大高校でもう数学を見よったらもうじんましんでよった。数学がばいすかんと。でも
寺田先生っていうノーベル賞、数学のノーベル賞候補の方が詩を、中原中也さんの詩をですね、試験の上に書いていただいた。私その時思ったんです。詩の美しさと数学の美しさってよく似てるんです。リズムだから、リズムが同じなんです。その数学が綺麗だって思った瞬間にジンマシンが消えたんです。数学は美なんだと思った瞬間に勉強が楽しくなった。勉強は感動から来るんです。勉強はみんなをこう自由にして余裕を持たせるから、スコラっていうのは暇っていう意味なんです。スコラ、スコラっていうのはスクール、学校の語源になった言葉はですね、みんなを自由に、そして真善美、真実、良きこと、美しきこと、そして大きな志、それを触れることによって教育ができるんです。それを一部の人間の利権のためにですね、ぐちゃぐちゃにしてるわけです。採点、50万人の採点を2万人でやるって言われてる。それ誰がやるのって、学生アルバイト。そんな 0.3% しか正答率のないものをですね、どうやって採点しますか。できんことをやってるんですよ。あの高校生が僕らのところも来てくれました。でその高校生は、私たちはモルモットじゃありませんって言って涙をためて、私たちや私たちの後輩をモルモットにせんでくださいって。そりゃそうですよね。これだけで58億採点だけで69億お金かかる。それ皆さんの税金です。でこれを変えようと。あと一つこれですね、解散、さっき申し上げたように、もう国会で説明することをなさいません。なさいませんということは何をなさるかというとですね、次の通常国会の冒頭で解散をして、そしてまたメディアやなんだ、野党は桜ばっかりと。野党桜ばっかりじゃありませんからね。国会には17の委員会があります。衆議院、参議院で合わせて34の委員会があります。常任委員会と特別委員会、そこで法律の審議ずっとやってます。予算の審議、日本をどうするか、暮らしをどうするか、災害からどうするかっていうのをずっとやってます。審議拒否をしているのは与党です。だって予算委員会は3分の1が求めたら開かないかんって言ってるのに開かんわけです。開かんわけです。だから私たちはこの冒頭の解散に備えて大きな塊を作って、やっぱりバラバラだとお互い喧嘩しよると、もう全然国民の皆さんに期待に沿うことができない。黒でも白、嘘を言い通す、真実はシュレッダーにかける、規則まで陰で変える、こういう政治をですね、根本から変えていかなと思ってます。この日米貿易協定についてもですね、ウィンウィンだって言ってるけど、日米貿易協定って農業と自動車なんです。農業は聖域だって言ってたところが大幅に譲渡されてます。トウモロコシをトランプさんから言われて買うって言ってたでしょ。あれ虫が湧いたから、トウモロコシに被害が起きるから買いますって言ってたんです。じゃあどこで湧いたんですか、見に行かせてくださいって言ったんです。そしたら、いやどこでしょうかって言われて、いやいや298億の予算でトウモロコシをアメリカから買うって言うんでしょと。どこでその虫が湧いてますか、鹿児島って佐賀。お、佐賀ですか、佐賀だったら私すぐ行けますから教えてください。白石です、ワイトランですよ。もう本当にね、とんでもない状況。牛肉も入れ放題で、こっちの関税は、自動車の関税はまたこれから再交渉。だから本当にね、やっぱり一番最後の時なんだと思います。もう腐ったものの最後だから暗い。でも本当に令和が始まったように、次の年、この冒頭の解散だというとですね、あ、こけカレンダーの、あ、
来年とは、あ、当たった。1月のですね、14日ぐらいに国会を開いて、そして多分冒頭解散するんじゃないかと言われてます。そうすると2月のカレンダー半ばってのが、あった、ありがとうございます。2月の16日が日曜日。ここが投票日だろうと言われてます。なんでかというと、2月の23日は天皇誕生日。そこはさすがにできんやろうということです。本当にご清聴ありがとうございました。もう力いっぱい頑張ります。で、今度は私9期目なんで、こうやって選挙の時に佐賀に帰ってくることはおそらくできないです。他の人たちの応援に行きます。だから皆さんにお願いがあります。女性の講演会が今36あります。これを200まで増やしていきます。いや、男性の講演会も増やしてもらいたいんですよ。いや、男女関係ない講演会も増やしてほしいけど、特に暮らしに敏感であり教育に敏感な女性の講演会を200に増やして、佐賀だけで76の小学校区でこういう会をやって、今インターネットでですね全部生配信してます。だから愛の手も入ってます。よく愛の手ありがとうございます。だいたい、生で1000人ぐらいの方が見ていただいてます。ぜひ皆さんの子供さんにもですね、あるいはお孫さんにもこうやってやってるよとちょっと見てごらん。やっぱり政治に無関心な人が増えれば増えるほど嘘を言ってる人の方が有利なんですよ。だってチェックできないから。頑張っていきますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。